アイナジエンドです、えー、今日は公開初日、皆さん、ここに来てくださり本当にありがとうございますメンバー内で2票いただいちゃったんで私がアイナさんの役いい <laughs> に、よたで,す <laughs> でも、なんか私、アイナの作品、すごくやっぱり田辺監督だから、MV 監督だから、す,すごく綺麗でしたね。 綾瀬海と、<laughs> あと、すごく綺麗だったし。も踊りもさ、すごい愛の良さがすごい出てた感じがすごいします。うんうん、嬉しい。なん優しいですね。今日は焼肉でもおごらわないといけないかもい。<laughs> い,やいや、すごい良かった。<laughs> 本当に良かったよ。ありがと私たちはこの日を楽しみにしてたんですけれども、えー。ここに来てくれる、あなた。一人一人もきっと。 まあそんないっぱいはいらんおらんかもしれないですけど誰かはこの日が楽しみだった人もいるかと思います、えー、本当に、えー、ゆっくり楽しんでもらえたら本当に嬉しいですよかったら最後までトイレに一回も行かず よろししくお願いしますすそうですね私もダンスはずっと大好きで今もビッシュで振り付けをやらせていただいたり本当に生活の一部といても過言じゃないんですけど、うん、今から見ていただく映画の中でダンスのルーツについてたどっていくんですけどもどうかこれをこうダンスだけで考えてほしくなくて皆さんのお仕事とか生きていてもうどうしようもなく嫌だなって思った時に。 私の場合それがダンスで嫌なことがあった時にその引っ越しっていう手段だったんですけれども、えー、皆さんも新しい一歩なんか踏み出してみたらちょっと経験したことのない面白い出来事があったり謎すぎる、えー、一日を送ったりするでもそれが新しい刺激になったりする日が来る気がするのでなんかそういうふうに見てもらえたらいいなと思ったりしますね。 はい、アイナさんはこうご自身の作品をご覧になってこう最初に見たたどんな感想でしたうん意味分からへんかもなみたいなはちょっとあったんですけどこの謎をめいた感じ6人の映画の中であのこれは言っていいんですかね私が皮切りなんですけどもあのこの謎な空気で始まる今から私たち俺たちは何を見せられんのやろうかって思って。 思ってくれたら、なんかこう六人の映画が面白くなったらいいななんて、マットできたらいいなと思う映画になってます。はい、アイナさんの動きはなんか宇宙と交信してるって、ちょっと不思議な感じになってます。<laughs> そのままいただきます。いいですよ、お好きな動きで。